相生学院高校テニス部監督の新井です。ダブルスはですね、1プラス1が5にも6にもなるというような競技であります。それぞれの場所での技術役割をしっかり理解して行えば素晴らしい力が発揮できます。正しいスプリットステップ、そして正しいパワーポーション、これを行いながら神経と筋肉の伝達をうまく行って、そして正しくボールをコントロールしていくというようなことです。平行陣ではサービスの技術はもちろん、ボレーの技術、相手との駆け引き、フェイント、モーション、ロブを上げられた時のスマッシュの技術、こういった全ての技能が含まれております。眼光陣は前衛の駆け引きが非常に大切になります。いかに相手のクロスのボールを放置に行くか、相手にストレートを打たさせてそのボールを決めるか、ロブを上げさせてスマッシュをするか、これの駆け引きになります。